そのくだりから。下半身といえばですね、はい、ジャマイカで最近ですね、あの男性の股間、捻挫したと訴える男性が増えている。股間を捻挫。すごいんですよ。わいせつレゲエダンスのしすぎって言うんです、ジャマイカで。やっとね、この男も。まあ今写真がありますけど。東京スポーツですからね、これね。今見てびっくりした。どういう症状なの、捻挫って。ダガーリングって踊りで、ね。どんなダガーリングって、まず女性が、さっきのあのね、ランジェリーフットボールの玉出しみたいな感じになって、逆 V 字になったわけです。で、そこに、まあ、後ろから男性が覆いかぶさるというような、こういう、その、まあ、ダンスなんですね。まあ、レゲエダンスよくありますよね、こう男女がこうね、お尻につけたりとかなんか、ね。そうなんですよ。でも、捻挫ってことはもう、その時にちょっとエレクトしてるってことですか？そういうことですね。で、医学的にはね、これ正確に言うと、捻挫ではない。ほう。なるほど。ということなんですけどね。ドライセックスのシミュレーションを楽しむダガーリング。はい。あ、エアー的なことなんね。日本でいうと。その、まあ、ドライセックスっていうのが、アフリカ地域でですね、その女性が性行為で快感を感じてはいけないという、まあ、そういう倫理観で、あえて、その、乾いた、まま、ことに及ぶっていう。そうなんです。そうすると、こすれて、すっごく女性が痛い。どいどいどいその、もがき苦しんでるような仕草の踊りなんだそうです。へぇー。ものすごい熱入れて、今、解説してる、ね。いやいや、本当ですね。ものすごい丁寧に。ものすごく丁寧に。そんな言い回し誰も、できへんね。確かに。なってくるんですね。なんかあったの久米宏とか言うてみ一回ね。言えるもんならね。なんかあったの？いいいい。でもこの東京スポーツのこのなんか見出しがえげつないね。ジャマイカでチーマルポー捻挫多発勃起勃起って。チーマルポってチンポですか？いやいやもうやめたい。ちょそうや。俺はまっまっ読んだだけやからこれ。ダガーリングですわ。ダガーリングなんて初めて聞こえたわ。それでなんで結局、あの、捻挫するんですか？まだ激しくこういう、ガツン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 打てる。ええ、でも、柔らかい状態で、これをやって、捻挫まで行く？で、それはいかないでしょ。おそらくだから、それがだん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 こう。それはもう、思いっきりもうヒートしてるからこうなるのかね。じゃあ、そうなって捻挫って言われる症状になるには、どうなるんですか？捻挫ってのはもう俺知らないけどね。ねえ、やっぱり。捻挫ってのは。ボキッとなる感じ。ボキッとなるのかね。ね、そう。すると膨れる。昔あの、小道具ちゃんなんか知らない？はいはい。何ですか？あの、膨れじゃの棒。あの、あ、そうそう。海綿体。海綿体がね。ちょっと割れる。海綿体が割れるわけやね。そうすると、あの、昔さ、あの、フィンガーっていう映画でさ、あの、マフィアのその、あの、チーマルポーをさ、あの、主人公のハーベイ・カイテルがさ、はい、復讐に行った時に、拳銃さ、使わずに最初にさ、チー・マルポーさ、グイって陰茎を持ったまま、グジャーって引っ張り寄んね。はい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 。思いっきり引っ張り寄んね。はい。もう捻挫じゃないよね、あれ。うん、なんつうの引っ張りってことか。肩入れみたいな、もう、あの、脱臼した肩バンって引っ張り。脱臼やね。もう、だからもう引っ張りまくるのよ。キリタンポみたいな。脱臼。もう、キリタンポ。キリタンポとなる。絶対なる。それでさ、もうその、マフィアが、うわーってもう震えて、痙攣起こしそうになって、ほんでもうほとんど、半死状態になったような時をめがけて、馬乗りになって、自分の持ってる拳銃でバン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 って、顔に全発入れて終わる映画なんですけどね。うん、これはあの、ハーベイ・カイテルっていうなかなか名優がやった、すごいもうカルトなザ・フィンガーってあるんだけど、ね。で、その殺し方ですよね。いきなりバンバンバンって殺すんじゃなく、まずそこで。でもその状態をさっき、キリタンポって表現されてましたよね、これ。されてましたね。いやいや、ちょっとまあ一旦終わった話でしょ、マツコさん。あれ、失敗ですよね。いや、だからその成功キリタンポって、まあ、あれ何言うの、伸ばしてくるの。監督も行っちゃった。伸ばしてくるの監督も向こうが行っちゃった。どういうことキリタンポって言わなかったキリタンポいやいや、だからちょっと。穴を刺して食べるだけないか。いや、でもそう。秋田県民冒涜してますか。いや、そんなつもりはないですよ。なんでキリタンポと陰茎伸ばすのと関係あるの。いや、だからその伸ばし方っていうか、その。伸ばし方なんか分かんないし、表現伝わればなって。なるほどね。表現わかりましたよ。うん。あ、それよかった。よかったよかった。何でもね、疑問に思った歌は言っとかなきゃね、この場でね。でも失敗でしたよ。失敗でしたよ、成功とかない。ああ。そうか。ボッキボッキと折れてますか？捻挫して。チーマルポっていうのはチンポですか？やめましょうよ。やめましょう。そうです。あえて伏せてるんですから、ね、ここは。わいせつレゲエダンスもね、はい、してる国はええわい。確かに。うちらの日本最悪ですよ、ほんま。ほんとだね。
うんと。確かに。ジャマイカぐらいの方がいいのかもね。そうだね。生実家こんなちょっと経済力持っちゃったもんだから、ダメだね。おかしくなっちゃったんだから。そうだよ。このチーマルポ、これチンポですか？いや、いいでしょ。さて、最後にことぶきさん、今日の放送を総括する一言お願いします。あ、総括、今のも失敗じゃないでしょ。失敗じゃないでしょ。今のは失敗じゃないでしょ。そうですか？何回言って、こすってんですかっていう僕の正式な。まあまあ、じゃあ、そこは、まあまあ、正式な、オフィシャルなツッコミ。まあまあ、じゃあ、いいです。